散歩コースか、いつもの。なるほど。こっち行くの？意外だったわ今。あ、こっちね。なるほど。おお、抜けましたな。ここでやるか。うん。ここいいんじゃない？ね。うん。あれじゃん、もうちょっと広いとこ行こうじゃん。だけどそこに、うん、例の、その女性の下着姿で行欲する中年男性みたいな人がいるの。そうか、いつも今日いるかな。どうだろう。あ、いないいないいない。よしよし、じゃあもう撮って。 あ、ここいいわ、うん、いいでしょ。よし、ここでやろう。ダメなのは多分ゴルフだけでしょ。うん、ゴルフか、ゴルフ禁止書いてあるね。では今日のお題は、今日は見て光る。お、これプレゼントしてくれたの。誰が？あの視聴者の方がジャズミントンというものを販売されてて、販売はやばくない？で、そのジャズミントンを扱ってる会社の方が無料で使ってくださいって言って、やばっ。で、このジャズミントンの様子をムービーで上げてくださいっていうこと。 YouTube で上げて。そう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 、そういうことです。じゃあ今日の企画はこれっていい？まあ企画というか、そうだね。そうそう、ジャズミントンで遊んで、これがどのような面白いものかというのをお伝えするという、無料提供で、それありがとうございますですよ。ありがとうございます。はい、ということで、バドミントン経験者、こちら光るママ&光るママ弟。13年、13年ブランク10年、ブランク10年、はい、ブランク20年ですわな。これずっと使えるんじゃない？え、これずっと使えるよ。ほら、めっちゃいいじゃん。風の時に使える。さあやってこう。どうなるんでしょうか。ちょっと開けてあげて、うん、ちょっと開けてとこ。ちょっとね、あ、やばい、それ開けづらい。あの、ハサミ持ってきた方が良かった的なやつ。すごいね、高菜タイプ。痛恨でしたな。ねえ、うん、外で開けるときは切るものを用意してください。摩擦で開けるとか、なんかアウトドアっぽいね。いや、ちょっとね。スローはあの、うん、球を遅くするやつ。これがスローだ。うん、そこがベスト。そう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 。おい、経験者大丈夫かい？どんな形状かをさ。これね、羽がね、うん、人工まず、うん、さそうだな。結構しっかりしてるね。でもしっかりしてる。ここでもやっぱナイロンよりもいいと思う、うん、羽っぽい方がバドミントンに近い。まあそうだな。で、ここはコルクじゃなくて、うん、ゴム、ゴムでできてる。このやっぱ羽の曲がり具合とかも、うん、ちょっとでも開くと速度変わるから、このままにしとかないと保管するとき。ああ、なんかさすが経験者的な。大事に。あ、スピード、何それ。風の影響どうかな。重いやつの方が受けないかもね。そうかもね。うん、おお、早い。あ、飛ぶね。お、すごい、ちょっとで飛ぶな。もうごめん、これそれスピード黄色いやつ。あ、それの方がやりやすいんじゃない？これはじゃあ、あの、速いやつ。速いけど軽いわ。そう。
俺も分かんない。まあでも風あってもできるじゃん。これ普通のバドミントンだったらできないもん。もうこの状態で、うん、結構激しい ラリーができそう。オッケーオッケーじゃないよ。何がオッケー。ちょっと風の強い場所で。おお、うまい。私もこうやっちゃうんだね。超持った感じとかタッチ感はどうなの。ラケットのその質感みたいなの。あ、木けどこの海っぺりでさ、風の影響そこまで受けないっていうのは OK。 すごくいい。これラケットの長さ、うん、あ、まあ、経験者特にね、うん、ちょっとスマッシュってみたいな、ジャンピングスマッシュってみたいな。だんだん要求がおかしくなってるじゃん。今怪我しそうになったから気をつけて。50型だったぞ。じゃあ50肩の人は無理じゃん。続いてる。そう、いい。おい何ができるの。ラミちゃんうまっ。ひどい。ひどい。うわ、来たちょ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 、俺にぶつかって撃つなよ。ごめんごめん。じゃあじゃあ、おい、おおお、いたいた。これバドミントンより激しいかもしれない。激しいね。ああ、球返ってくると早いわ。持ち運べるやん、もう。あ、何？あ、うま。今の何？二段階した。何なんかまあ。イングランド式。それイングランド式か？でもさ、動かした方がいいんでしょ、50肩って。動かした方がいいんだけど。うん。じゃあ、50肩に最適かも。あ、ごめん。思ってる方向に触れないんだよね、こう。うん。見てってなるから。リハビリ的な感じでさ、ジャズミントンいいんじゃない？はい、蹴ってるよ。いいよ。専門用語で向かって